どうも皆さん、おはこんばんにちは、そうです。本日もこのチャンネルに遊びに来てくださり本当にありがとうございます。今回はストローク効率を上げるためには絶対に外せないキャッチについて詳しくやっていきたいと思います。では早速中身入っていきましょう。まずキャッチの動きの基本になるんですけれども、ここで必要になってくる動きは上腕骨の内旋という動作になります。腕の骨を回していくことで手をこう前側に折りたたんでいくっていう形ですね。でここで重要になってくるのが、この動作をやるときに肩がね上にすくみ上がってしまわないように気をつけるということが重要になってきます。こちらが NG パターンですね。大きく腕を前に倒そうとした時に自分の柔軟性を超えてその動作をやろうとしてしまうと、こちらの映像のように肩が上の方に上がってきてしまうんですね。でこうなると肩に対するストレスが非常に大きくなりますんで、まあ、この状態でストロークを繰り返していくと、ある日肩の奥の方に鈍痛が走ってしばらく泳げなくなるといったことが起こりますんで、このキャッチの動作というものに関してはどれだけ大きくやれるかではなくて、この動作の要素が少しでも入っていればエルボーダウンを防ぐのには大きく役立ちますんで、動作幅にねあまり気を取られないように気をつけていただきたいと思います。動作幅を大きくしたい場合はこの腕の内旋動作に対する、まあ、可動域といいますか柔軟性を向上させるためのストレッチなどをやって、まあ、可動域を十分に確保してから行うようにしてください。体が硬いのに大きく動かそうとするとかなり速いスピードで怪我します。僕も経験者なんでここはしっかりと忠告しておこうと思います。また上腕骨と頭頭蓋骨ですね、こちらの位置関係が狭くなってくると非常に内旋動作というのを行っていくのが難しくなってきます。この状態で強くキャッチを行おうとするためには、まあ、そもそも肩周りの、まあ、筋力といったものが必要となったり、先ほど同様柔軟性が必要になったりしてきます。また動作感覚としてはかなり窮屈な状態になりますので、力が非常に入りにくいポジションになってきます。この位置でストロークをしようとすると、まあ、水をものすごく重たく感じることができるので、感覚としてはしっかりとキャッチができているような感覚に陥るんですけれども、まあ、実際はただ力が入ってないだけということがよく起こるので、あまりに狭い幅でねキャッチをしようとするのは、まあ、やめていただいて、こちらの映像のように、まあ、いわゆる肩のゼロポジションと言われる場所ですね、肩にとって一番負担の少ない位置、この位置で内旋動作をまずはしっかりと行えるようにしていっていただきたいなと思います。そしてこの腕の高さで動作をしている最中でも肩が上に上がってこないように、常に肩甲骨は下側に引っ張っておいてあげると肩の怪我のリスクが下がりますんで、ぜひこれはちょっと陸上でしっかりとエクササイズを覚えてからやっていただきたいなと思います。陸上での確認が終わったら実際にプールの中でやってみます。プルブイを挟んでダブルアームストロークをやっていってもらいたいんですけれども、まずキャッチのポーズで一旦静止していただいて、先ほど自分がね陸上で立って練習していた動きとしっかり一緒になっているのかというのをきちんと確認してもらいたいなと思います。この時水面に対して肩、肘、手首の順番でだんだん深くなっているような状態がまず一つ望ましいですね。その状態を確認できたら後ろに向かって極力形を崩さずに水を運んでいくという形になります。これ映像で撮影してこれぐらい静止するってなると自分の体感的にはもう5秒近く止まってるようなつもりでやってこれぐらいなので、皆さんがご自分で練習されるときはもう信じられないぐらい長く止まるつもりでやらないとなかなかこういう感じにはならないので、長めにしっかりと止まっていただいて、自分がしっかりとそのポーズができてるっていうねその確証を持ててからストロークするようにしてください。あとは優しくストロークしてください。強く書かないように。意外に優しくやってもちゃんと進むんで、
まずは形をしっかりと守るということから始めていただいて、前に進むというね、欲求はひとまず置いといてもらえると嬉しいです。動作を確認しながらしっかりと行うことができてきたら、確認する時間を少しずつ短くしていきます。全体として滑らかな動きになるように、少しずつ間を詰めていっても、正確に練習した動きができるようにといった形で練習していただければと思います。でこれ一つポイントなんですけれども、手を水中から戻してきた時というのは、大抵伸ばした手は、肩幅より内側、だいぶ頭に腕が寄っている状態になりますんで、この状態からまず先ほど練習していただいた腕の広さまで腕を開いていただいて、でそこからキャッチの動きを入れてストローク動作に入っていくといった順序でやってもらいたいんですね。続けてやろうとすると、こちらの映像のように開きながらもう書いてしまって、キャッチのポジションをしようとするときにはもうすでに手が肩のところまで下がってきてしまっているっていうことがね、結構見受けられるので、開くという動きとキャッチをするための動きというのは感覚的には完璧に別物に分けてください。これ大事なことなんで、もう一回言います。開いていく動きとキャッチをしようとする動きは、自分の感覚の中ではどんなに早く泳いでいたとしても別です。一緒にやらないっていうことかなり重要になります。一緒にやっちゃうバージョンとちゃんと別々にやれてるバージョンを一応並べておきますけど、そうするとこう開くという動きは両方ともやっているんですけれども、見た目は結構これぐらい違うんですよね。なのでこの左側のような状態になってるのを、キャッチが流れちゃってるとか、手が外に流れていってるとか、場合によってはキャッチがないよねといった表現をしたりします。で、実際にね、これを少しバタフライで泳いでみると、こういう感じになります。これどっからどこまでが開いていくシーンで、どこからがキャッチの動きをやっているシーンか、このぐらいの速度で、まずは見てちょっと分かってもらえると嬉しいなって思うんですけど、どうですかね。この瞬間がまずエントリーですね。この時僕の手と腕というのはかなり狭い幅になっていると思います。でここから、グライドをやっている間に手を先ほどのポジションまで開いていって、そこからキャッチの動きをしていって、そこからストロークをしていくと、僕が泳いでる感覚としてはかなりはっきり分かれてるんですけど、映像で見るとほとんど同時にやってるように見えますよね。この違いが結構重要なんですよね。もう一回通常のスピードで見てみましょう。で僕競泳選手としてはかなり体硬い方なんで、これ以上キャッチのポーズをはっきりと取ることができないんですよね。申し訳ないんですけど、なので、もうちょっと柔軟性のね、改良といいますか、改善がね必要だなと思って最近はストレッチ頑張ってるんですけど、ただゆっくり泳いでる時で、こういう感じです。はい、まずはこの速度でも、開くという動きと、キャッチをするという動きが、ちゃんと分かれてるんだよというのをご覧いただいた上で、少し速度アップしたバタフライを見ていただこうと思います。どうでしょうかこれ分かりますかね。この中でも開くという動きと、キャッチをするっていう動きちゃんと入ってるんですよね。これ少しスローにしてみましょうか。はい、スローです。まずエントリーしてきた時、この瞬間は先ほど同様かなり狭い位置に手が入っていますよね。なのでここからグライドをしている間に手を外に開いていって、でそこからキャッチの動きを入れて、そこからストロークをしていくと。ですのでどんなに早く泳いでいったとしても、キャッチをしやすいポジションまで手を移動させて、それからキャッチのポーズを取って、それからストロークをするっていう一連の流れは、ゆっくり泳いでいたとしても早く泳いでいたとしても、あまり変わらないと。もちろんゆっくり泳いでる時の方がそれぞれの動きをゆったりと大きく取ることはできますが、早く泳ごうとする時でもゼロにはしちゃダメなんですよね。
いかがでしたでしょうか。まあ、今回は本当に触りの部分だけで、まあ、実際にバタフライを泳いだり、まあ、皆さん多分クロールが一番重要あると思うので、まあ、クロールで使っていくためにはどういうドリル練習をやっていったらいいのかというのは、まあ、ここからさらにもう1週間2週間くらいかけてやっていければいいかなと思うんですけれども、そのキャッチの動作に必要なことということね、あと最初に紹介したダブルアームストロークのドリル練習でしっかりと動きを作っていくというのをまずは取り組んでいただくだけでも、まあ、皆さんの泳ぎ多分変わるんじゃないかなと思いますんで、まあ、今回の動画の内容をねよく練習していただいて、まあ、実際ご自分が泳ぐときに、まあ、どれぐらい使えるのかというのをぜひやってみていただきたいなと思います。今回のエピソードはここまでになります。もし気に入っていただけた方、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いいたします。あとレッスン遊びに来てくれたら嬉しいです。ではまた次のエピソードでお会いいたしましょう。失礼つかまつります。ごめん。